我らは3000の兵で西側から陽動を行います。報告します。なんだ、少将軍が艦隊を平らげろと。行け。はい。将軍、将官はなぜこのような命令を。先を見通した上での作戦だ。我々と小将軍の部隊が合流すれば兵力は十分。しかしこれからも反乱は続いていくだろう。一番良いのは反乱軍を括弧撃破していくことだ。まず趙の都漢丹を攻め落とす。趙軍にとっては国が滅亡したも同然だ。戦力は大幅に削られ風前の灯火となる。しかし問題はこの軍令だ。戦に勝った時、手柄は将官のものとみなされてしまう。将官とは意見を交換したのに、この軍令に従ったならば合流後の全軍の総帥は将官ということになる。しかし私は真に忠誠を誓った身だ。地位の序列など気にしてはおれぬわ。皆の者、はい、はい、出陣するぞ。戦場では私に恥をかかせるなよ。いいな。はい。大王、大王、大変です。一大事です。何事だ。趙で反乱が。ああ、密偵から先ほど報告が入りました。趙の将軍李良が些細なことから趙王の姉を殺害し謀反を決意、簡単に攻め入り、簡単の兵は対処できないまま趙王の武臣と左丞相の少将が討たれました。そんな、それで秦軍はどうしている。好機と見た召喚が全力で趙を攻めています。当の李良は秦に投降しました。ああ、どうやら趙の存続は危ういな。大王、趙だけではありません。このまま趙が倒れたら召喚は懸念がなくなり、ひたすら攻めてくる。次の標的はおそらく我々でしょう。李良め、寝返るとは獣にも劣る逆心だ。今や礼節を重んじる者はいなくなりました。臣下は自国の王のことを気にもかけず、少し力を持てばよくて独立、時には反乱し主君を殺す。葬儀どうだろう。我が国にも李良はいるだろうか。そうに李良のような者がいるかは断言できませんが、私は趙の長子や陳与と同じ大王への忠誠が一生変わることはありません。そなたの忠誠心は私も知っている。第二の李良が出なければよいが。それは幸運のことですか。召喚が簡単を平定しました。祖国の生き残りはわずかでも必ず秦国を滅ぼすぞ。
趙の土地は肥えているな。麦を育てれば収穫できる量も多い。だが残念だ、趙で一番大きな町が間もなく一面焼け野原になるだろう。よいか、攻撃するぞ。はい、全員よく聞け。攻め込んでもむやみに民を殺すな。かかれ。王里は王翦の孫だそうですね。そうだ。祖父は王翦との戦いに敗れて亡くなりました。知っている。私はこの日が来るのを待ち望んでいました。祖父の仇を討ってやる。みんないいか、今こそ王里を潰すぞ。報告します。海王より北条に遷都する。全軍戻ると。なんだと、ふざけるな。落ち着いてください、伝令の者です。下がれ。はい。撤退を。アフ、今そなたの心には復讐しかない。我が軍は敗戦したばかり、三倍の兵を持つ秦と戦っても勝算はない。敵は我らが疲れるのを待っておる。不用意に秦軍を追って北条を失ったらどうする。英府と保証軍に伝えろ、北条に戻る。はい、はい、簡単は落としました。我が軍の兵力は30万に上り、士気は高まっています。次の一手はどうしますか。陳将と五行が反乱して以来、諸国の中で深刻な打撃を受けていないのは趙だけとなった。国全体が動揺している今のうちに全力で撃破しよう。なるほど、大将軍の呼び名にふさわしい作戦です。武神亡き後、長治と陳余は信徒で趙傑を王に立てました。現在は巨力に移動しています。賊を捕らえるにはまず頭からだ。王里将軍いかがかな。結構。よし、全軍を挙げて巨鹿を攻めよう。はい。王里将軍、何を考えておる。趙を滅ぼした後のことです。祖父と同じように立国総統を命じられるのかと。しかし昔とは違います。当時の秦は国政も安定していましたが、今では朝廷も混迷しています。頂上を出発した時、北方の郷土にも不審な動きがあると報告が。そうであったか。もし反乱軍の討伐を狩りに例えるなら、獲物が山にたくさんいてもいざ探してみるとなかなか見つからない。だから漁師は考える。罠を仕掛けて獲物がかかるのを待つのだ。つまり将軍は反乱軍を一箇所に集めて一網打尽にする考えですな。そうだ、各地の反乱軍をおびき寄せたい。そのための手立てを考えれば。よっ。二十里しか離れておらんのに、ごりごとに兵を立たせてお迎えとは、海王は何ともご立派なものだ。将軍方は馬を降りて中へ、その他の兵は外でお待ちください。なんだその決まりは。まあ王の指示に従っておこう。大王の命令で剣は中に持ち込めません。
いい加減にしろ。従わねばどうなる。昔からの決まりなのだ。腹を立てるな。言う通りにしろ。もう一つ、兵はお返しください。改めて大王から沙汰が。何だと。皇宮将軍、ここは抑えるのだ。今は国の内外の問題が多すぎる。武器様、ここには皇敵も来たがっていたんですよ。断るのに随分苦労しました。皇敵は散歩の途中でハリネズミを見つけたそうで、武器様が怖がるといけないから滝井小屋に入れたと言っていました。よくい。最近のあなたと来たら皇敵のことばかり話すのね。どうしたの。あの人が来てから賑やかになって、武器様も笑顔が増えました。顔色だっていいです。ほら、川に顔を映してみては。緑衣、皇敵が何者か忘れたの。ダメよ、こんなこと。皇敵のことを私がかばっているとお思いですか。武器様、いっそのことお兄様のことは諦めてもいいのでは。皇敵を弟にしては。よくい、冗談はよして。お父様を殺したのは他でもない皇敵よ。お兄様もあいつのせいで未だに行方がわからない。今は皇羽との約束を守っているだけ。皇羽が戻ったら全てを話して罪を償ってもらうわ。敵がいなくなった。逃げたんです。よっ。はっ。よっ。各地で民が蜂起して以来、我が軍は連勝している。だが戦線が拡大し続ければ補給線も伸びてしまう。もし戦が長引けば朝廷は我らを非難するだろう。しかし30万の兵は精鋭揃い、各国を撃破するのは難しくはない。そこで私は一度で型をつけることを考えた。まずは趙を徹底して攻撃する。長治や陳余などの腰抜けは自力で応戦できず、必ず各国に救援を求める。各国は利害関係を考慮して嫌でも援軍を送る。すると思惑通り、各地の反乱軍を趙の一箇所に集めることができるというわけだ。反乱軍は数は多いが、所詮烏合の衆に過ぎる。軍として統率は取れない。そこで30万の秦軍は私の指揮下趙に攻め込み、一気に反乱軍を殲滅する。将官の奴め、手柄を独り占めする気だ。王将軍の働きには触れもしなかった。なんて恩知らずな奴だ。あいつが咸陽の兵を総動員した時、陛下は安全のため王将軍の部隊を都に呼び寄せた。するとどうだ、あいつは公領を倒すという名目でそれも自分の部隊に編入した。その5万の兵がなければ公領に惨敗してたはずさ。辺境を守る部隊には感謝もせず手柄を独占するとは。もっと腹立たしいのは、自分だけで立てた手柄ではなく、軍も自分のものではないのに、恥ずかしげもなく総帥の地に着いたことだ。王将軍が合流しなければ全部で15万しかいなかった。
そうだ、なぜあいつが指揮を取る。そうだ、なぜ、なぜだ。俺たちだって今まで先行を立ててきたんだ。なのについ最近の反乱軍討伐だけを評価して突然召喚を総帥にして、朝廷は一体どういうつもりだ。どうだ、召喚のやつをやっちまう。そうだそうだ、いい考えだ。やめろ。冷静になれ。召喚の計略は素晴らしい。巨力という餌で全ての反乱軍を誘い込み一挙に殲滅する。あちこちを転戦するより効率的だ。だが心配な面もある。反乱軍がまとまれば全滅させるのは難しい。もちろんそういうことは起きぬだろう。もともと隣国同士で争っていた関係だ。結束するのは慣れておらぬ。召喚が手柄を欲しいならばくれてやる。奴は戦の後は朝廷を支え、私は国境を守る。お互いの役目を全うするだけだ。命令を下す。各地の反乱軍の動向を探れ。はい。皇后将軍、廃校は風邪をひきまして火曜への謁見に同行するのは無理だと申しております。明日謝罪に伺いますとのこと。分かった。失礼します。皇后将軍、大王はお体の具合が悪く本日の謁見は全て断るそうです。なんだと、私にも会わぬのか。日を改めてお会いしますので本日はご遠慮ください。将軍、近頃はいかがお過ごしですか。謁見を断られたところです。大王は将軍に会いたがっておられましたが、しかし急に体調が悪くなり、どうもお風邪のようです。それで私も追い飛ましてきました。北条の一帯では風邪が流行っているのか。ああ、ここ数日は。しかし確かに将軍に会いたがっておられますよ。海王は随分と病弱なのだな。ああ、そうです。ですから私ども臣下がしっかりと支えていかなければ。皇后将軍はお元気そうで何よりです。まったくだ、戦がしたい。慌てずに、そのうち出陣できます。だが今ではない。明日朝廷で会いましょう。しました。お、ようやく来たか。おい、こっちにも。大王は将軍に会いたがっておられましたが、しかし急に体調が悪くなり、どうもお風邪のようです。戦がしたい。慌てずに、そのうち出陣できます。ちゃんとしてくれ。
何なんだ。誰だよ。全員伏せろ。何様のつもりだ。ふざけんな。落ち着いて。出るぞ。あのお客さん待ってください。ちょっとなんてことだ。お客さん困りますよ。あの黙ってろ。そのごゆっくり。光雨殿、四季勝って驚かすつもりが、光雨殿はまた随分強くなったな。昔よりもずっと上達している。お前の腕は月日が経っても全く上達していないな。だがちょうどいい時に現れた。そうか。この野郎は。妹よ。お兄様。妹よ、遅くなったな。やっと再会できた。行方知れずだったからもう会えないと思ってた。どうして私がここにいると。それはあちこちを逃げ回ったよ。この戦乱と光雨殿のおかげでお前と再会することができた。これからは安心していい。私がついている。父の仇を見つけたわ。光雨将軍の部下で弟分みたい。でも少し前逃げてしまった。今はその話はよそう。お前が言うように光雨殿の弟分なら心配ない。どこへ逃げようと
コウ殿が探し出す。あの人のことは聞きたくないわ。二度と嫌な思いはしたくない。それはどういうことだ。意味がわからないな。コウ殿には世話になったんだろう。お前は恩をあだで返すつもりか。あの人は恐ろしい人殺しよ。世話になんかなりたくなかった。何か誤解をしてるんじゃないか。誤解なんかじゃない、恨んでるの。あの人のせいで私たちの両親は殺された。いいから、この話はもうよそ。いいな。お前とコウ殿のことは黙っていても見ていればわかる。お互いに惹かれ合っているんだろう。悲劇が起きたのは乱世のせいだ。だから自分の気持ちを見失ったんだ。いいか、これ以上自分を苦しめてはいけない。コウ殿のこともだ。起きたことは変えられない。父上、戻るのが遅れました。すみません。これまで息子の責任を果たせずお詫びいたします。お兄様、ここを離れましょう。公敵を探して仇を討つの。妹よ、敵討ちは私に任せろ。お前はここに残って私の帰りを待て。それでいいな。いいえ、嫌よ。私も行く。敵討ちはいつも心にあったけど、女一人では何もできなかった。でもお兄様がいるなら私も一緒に敵を討ちたい。それで殺されても家族と再会できるわ。四季はなぜ北条に来たのだ。海王に呼ばれてな。海王だと？面識はあるのか？この件は話せば長くなる。とにかく貴殿の幕下に入れて嬉しいよ。どうした、歓迎してくれないのか。願ってもないさ。実はな、御中で放棄してからお前を探したが遅かった。あの時グギ殿はひどく衝撃を受けていた。軍営に来てからもずっと辛そうで、いろいろ心配したんだ。妹のことは感謝してる。私の方は流浪の生活で衣食住にも困っていた。恨みの念を糧にしなければここまでは来れなかった。グギ殿は今ではすっかり回復したようだ。シキ、ん？本当にいい時に来てくれた。そうだ、コウ殿、言うべきか迷っていたのだが、父を殺した敵がコウ殿の仲間だ。仲間ではない。あいつは罪を恐れて黙って逃げた。そんな男は仲間ではない。調べたところ趙に逃げたようだ。あ、
そうだったのか。ならばよかった。私はこれから敵を討ちに行く。私も行く。あなたのことを誤解していたわ。目の前に川はあるけれど、少しずつ歩み寄りたいと思うの。時間をかけてあなたの思いに応えたい。私にとって川など障害ではない。この世に私とグキ殿を隔てるものは何も存在しない。この痛みを一生覚えておく。どちらへ行かれるのですか。長だ。軍令が出たのですか。いや。では半蔵様はご存知で。知らぬ。言ってはなりません。これ以上先へ進めば軍規違反で死罪ですよ。いや待ってくれ。孔雨殿は私たちの父の敵討ちに手を貸してくれるのだ。ソヒトは必ず約束を守るのだろう。だからコウドの。いいんだ。将軍、私はその兵の前にあなたの兵です。ついていきます。お前たちはコウ将軍に従います。はっ。Ha!
半蔵様。皇羽将軍は？まだです。止めろと言ったのに勝利罰は何をしておる？ついて行きました。護衛兵は？伝令の者以外全員行きました。半蔵様、皇羽将軍の気性は分かっておられるでしょう。将軍を呼び戻すのにくだらない命令などいくら出したところで無駄です。首を切り落としてもというなら私が行きます。いや、策を考えた。副将以上の者に伝えろ。私は皇羽将軍と兵法を学ぶ義父、お前が10日ほど各部隊を視察しろ。兵法を学ぶ？うん、行け、頼んだぞ。はっ。どう なぜ秦軍が趙を攻めるようですね。ここは通れない。北側へ迂回しよう。ダメだ、山道ばかりで馬では進めない。それに時間もない。考えがあります。危険ですが。遠慮なくおっしゃって。私は女だけど死を恐れたりしません。いえ、関心を覚えてますか？先日の軍議に口を出した衛兵です。関心か、思い出した。あの妙な男だな。変装して秦の軍営を通り抜けたと言っていました。平気か？うん、よし、試してみるか。行こう。報告します。何があった？祖軍の兵士が10機ほど陣営を通り抜けました。向かった先は？西の方へ。将軍、追いかけますか？その放った偵察であろう。だがなぜ祖軍がここに来た？確かに妙です。命令だ。東の方向に偵察の者を送れ。祖軍の本体が隠れてないか確認しろ。はい。それから西側を固めろ。背後からの奇襲攻撃に備えるのだ。はい。祖軍の策にしては妙ではないか？そこから参りました。将軍にお会いしたい。何の用だ？海王の書状を届けに来ました。祖国の王がわざわざ使者をよこすはずがない。趙の軍事に関わることです。中へ入り報告します。将軍、現在我が軍は秦に狙われています。本当に海王の使者なら通すべきでしょう。そうだな。一人だけ入場を許可する。連れの者は外で待つように。はい。門を開けろ。一人で入ったが大丈夫だろうか？すぐに戻ります。勝利将軍、事前に何か対策を？そうだ、秦の軍営を通り過ぎた時のように。何も。門を開けろ。
待て